はい、こんにちは。マーチャンネル前原です。はい、三色マーカーチャレンジ久しぶりにやっていきたいなと思います。うん、今回塗るのはこちらですね。エイシン君が持っているのがスティッチ。で、私が持っているのがベイブレードバーストの青いバルトだね。うん、はい、じゃあこれをですね、それぞれ塗っていきたいなと思います。はい、マーカーを選びましょう。はい、これだ。肌色。あ、じゃあピンクだね。ピンク。薄ピンク。じゃあ私の一色目はこれ。お、緑色。はい。黄緑。じゃあ僕の二色目はこれだ。灰色。灰色。また薄いな、エイシン君。パパの二色目これ。茶色。はい、エイシン君の三色目。最後。せーの、ふい。まあ、薄紫。うわ、全部薄い。はい、薄そう。最後の私は、最後の三色目はこれ。紫。僕は薄ピンク、灰色、薄紫でスティッチを塗りたいと思います。はい、頑張って。はい、私は黄緑、茶色、紫で青いバルトを塗りたいなと思います。はい、じゃあ早速やっていきましょう。はい、じゃあ塗っていきましょうか。ちょっとね、パパ濃い色が多くてね、すごい心配。僕も薄い色が多くてちょっと心配だね。まあ、スティッチはなんとかなんじゃないの。そう、なんとかなると思うけど。スティッチはあのエンジェルにしちゃえばいいんだよ。うん、エンジェルダメか。うん、じゃあどうしようかな。やっぱり灰色、せっかくだから茶色はこう茶髪にしようかな。ああ、いいじゃん。うわ、これ灰色目立ちにく。塗る範囲が多くてこれ大変そうだな、バルト。うん、結構多いよね、バルトといえば。だから選ばなかったんでしょ。そうですずるいね、パパね。エイシン君用にバルトを描いたんだけどね。あ、そうだったこの青いバルトっていうのは、あの、うん、ベイブレードバーストの主人公なんだけど、うん、これはあの前のあれだよね。今は主人公もう一人いいんだよね。そう、まあ、一応バルトの主人公だけど、うん、新主人公がアイガーになっちゃってるから。で、最近はその人ばっかりなんでしょ、アニメは。そうそうそう、バルト出てきないんでしょ。うん、あのバルトは多分最後ら辺で対決で出てくるとか思うんだけど。あ、もうその頃にはもうバルト大人になってるの、まさかと思うけど。2年経っただけです。あ、2年か。そう、優勝してからね、バルトが。え、バルトって何歳だ、何歳っていうか何年生、それ5年生とかだっけ。確か5年生で、多分え、中1になってんのじゃあ。うん、そうだと思う。その最後の大会で中2勝って世界一になって、うん、それでゴッドは終わったけど、もうね、このバルト宇宙人だよ絶対。うん、宇宙人になる。宇宙人、宇宙人になるわこれ。ひひだよね。ねえパパ、ちなみにさ、エイリアンつながりでさ、うん、エイリアンってさ、どんな感じだと思う。どんな感じって。いや、エイリアンつながりで、エイリアンってどんな形だと思って。形？うん。あ、形はいろいろあるんじゃないかな。うん。まあ、スティッチとか、色は何とか、やってもいいから。そうだね。僕は一つ考えてるのは、人型じゃなくて、何？うん。アメーバ型。アメーバって何ですか？スライムみたいなやつ。ああ、てて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 、ほーほーのスライム？違う、そんなスライムじゃない。みたいな。違う、うちらが作ったようなスライム。ああ。ベチョベチョ型。なるほど。ベチョベチョ型もいると思うよ、多分。うん、こんなもんかな。うん、エイリアンバルトになりましたね。できた、完成でーす。完成です。これが僕が塗ったスティッチです。はい。全体的にやっぱ薄いね。うん、うん、やっぱ薄くなっちゃったね。そうだね。でも目の色を灰色にしたり、鼻を全色混ぜたりいろいろな工夫をやってみたんだね。うん、目がちょっと灰色なの怖いなで、パパがさ、ちょっと薄くね、うん、本当はこの辺は線はないんだけど、うん、目のとことかね、うん、この体の模様とか、うん、線を入れた。でも本当は濃い色がくればこういうとこは消えたんだけどさ、うん、薄い色だったからまんまと残っちゃったねはい、これは何スティッチですか。グレースティッチ。グレースティッチね。
はい、続いて私が塗ったバルトですね、うん、まあ見るからに分かると思うんだけど宇宙人ですね完全に肌の色がおかしいでしょ。しょうがないじゃん、これ薄いのがこれ黄緑しかなかったから、うん、あとちょっと紫とか茶色で塗っちゃうと、うん、ちょっとおかしくなっちゃうかなと思って、ね、しょうがなく仕方なく、うん、で服もストライプにしちゃいましたこの間伸びた服みたいにね。そうだね、うん、もうこんな感じですね、うん、一応影もつけてみたよ、うん、名前は何でしょう。名前はもう分かってるね、エイリアンバルトですはい、ということで、くしくもですねエイリアンつながりになっちゃいましたね、うん、スティッチもともとエイリアンだけどバルトがエイリアンになっちゃいました、うん、面白かった今回もね、うん、はい、ということで今回もですねまたアンケートをご用意してますので、どちらの塗り絵が良かったかぜひアンケートよろしくお願いします。はい、はい、ということで今日の動画が面白かったなとか気に入ったなと思った方はぜひいいねボタン、高評価、グッドライクお願いします、うん、そしてぜひお友達にも教えてあげてください。はい、それと今回のおすすめ動画いつものところに出てますのでぜひチェックしてみてください、うん、チャンネル登録はこの辺りからよろしくね、ということで今回以上でございます。バイバーイ。